皆さん、こんにちは。中島伸塾塾長、NPO 法人グローアップ理事長の中島です。今回のですね、読書対談は前回から引き続きまして、白黒先生と、プロフェッショナルネゴシエーターの頭の中について話をしていきます。はい。白黒先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今少しお話してたんですけれども、今回本をもとにまた講習術をお話していきます。で、どうしましょうね。その7つの講習術もっと深掘りしていくのもいいし、前回確かね、最後中島先生が道徳と、講習術を掛け合わせたなんか面白いなみたいな話もしてたから、その辺も、最終的には話として突っ込んでいきたいなと。多分お聞きの皆さんが一番気になってるのは、前回の引きの伏線回収がどうなってるんだっていうところが あると思うので。伏線、あれね、いや、まあちょっと喋りますけど、ただ、あれですね、なんか前回っていうか、やっぱこれ1週間空くと、あれですね、なんか前回自分の中で、うおー、大発見だみたいなテンションだったんですけど、1週間空くと、なんかやっぱトーンダウンしてしまってる自分がいますよね。まあ、喋りいや、それは、ますけど。結局、コンフォートゾーンとかそういうずれた瞬間は、やっぱりテンション上がるんですけど、もうそれが普通になってしまうと、特別感を減るっていうのは、まあ人間として当たそうりなん前でですすけよど、ね。そう。冷静になっちゃったよっていうね。普通になったってことですね。どうぞどうぞ。じゃあ自分の発見というか、それ喋る前に、ちょっとこれを一週間考えてなんかふと思ったぜことひおがある願いのしまで、す。先生にも質問してみていいですか？どこの交渉っていうのがね、うぞ。交渉、別にこれどっちでもないわっていうオチやったらそれでいいんですけど、交渉っていうのは理系的ですか、文系的ですか？面白い切り口ですね。っていうのをちょっとふと思いましてですね。今質問を受けて、すぐ頭に浮かんだ答えとしては、どちらもですね。まあ、どちらもありますね、手法としてもね。理由は相手によるからです。もうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか？相手が理系の、要は理屈とかロジカルみたいなものが好きな方であれば、こちらもロジカルに行くべきで、相手がその、文系だからっていう、ちょっとね、また語弊もありますけど、そういう、例えば感情的な部分だったりとか、直感的な部分だったりっていうのが、主たる方と交渉するときには、こちらもそれに合わせていくっていうことが大事だと思っているので、どっちが大事って言われたらどっちも大事。決めるのは相手だから。だけども、そういうのを考えて準備するとかっていう言い方をすると、理系的と言えるかなとは思いますね。まあ、おおむね自分もそういう考えなんですけど、じゃあ、その続きで喋っていいですどうか？ぞどうぞ。じゃあ、次の質問なんですけど、なんかデデって音欲しくなりますね。どうぞ。ででん。次の質問。じゃあ、道徳は文系的ですか、理系的ですか？道徳も、浮かんだのでいくと同じです。だからどちらかというと理系的かな。はははははは。ちょっともじゃあお話聞いてもいいです？基本、例えば子どもたちにどういう考えを持ってもらいたいとか、どういうことに気づいてもらいたいっていうのはまず決まってるじゃないですか。道徳の授業において。で、それをどう伝えていくかっていうのは、感情的にやる話でもなく、その自分のクラスの子供たちの特性であったりとか状況みたいなのを加味して伝えていく必要があるっていうふうに考えているので、で、そこはその、やっぱ考えるよねっていう、その理系的。だけども実際に前に立って、これはこうだからこうでこうなんだよねっていうふうにやってしまったら、それは、先ほどの交渉と同じで入っていかないので、文系的な振る舞いとかっていう、ストーリーみたいなのは当然大事になっていくよねっていうふうに思う。
ああ、はい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 。なるほどなるほど。いや、なんでこの話してるかっていうことじゃ喋っていいですか。お願いします。はい。いや、でね、これ考えてたんですよ、先生。道徳とコミュニ、道徳と交渉っていう言葉が並んだときに、パッと見、なんかこう、180度違うような気がするぞっていう、なんか話をちょっとしたじゃないですか。うんうんうん、そうですね。で、なんでそういうふうに思ったんかなっていうのをちょっと自分なりに考えたんですけども、うんうんうん、まず、交渉、まあ、もちろんね、道徳も交渉も文系も理系要素もどっちもあるっていう前提はあるんですけども、うん、でまあ自分の中でどちらかというと交渉は、まあ、理系要素が大きいのかなと思ったんですよね。うんうんうん、まあ、ロジカル面の方が。で、まあもちろんその言わはるように感情的な部分とかも、あるんですけども、うんうん、まあまあ、ロジカル的な部分大きいかなと思って。で、一方、道徳なんですけど、うんうん、道徳も、これ今は違いますよ。今違うんですけども、はいはい、その、いわゆる従来型と言われる道徳はですね、うんうん、学習指導要領解説に出てるんですけども、心情理解に偏っているっていうことが多いんですよね。うんうんうん、でこれはどっちかというと文系的かなと思ったんですよね。うんうんうん、うん、なんかやっしーなんかこうずれてる、ずれてるとか180度違うんかなと思ったんですよ。はいはいはい。でただですよ、うんうん、ただ今はもう今はもう今は中島先生言わはったのさすがだなと思ったんですけども、やっぱりね、道徳も、やっぱりロジカルに考える時代が来たんじゃないかなと思うんですね。この教科化にあたって。うん、うん、うん。だから、今、心情に偏って、この時の気持ちどう思う、この時の気持ちどう思うだけじゃなくて、まあ、例えばなんですけども、まあ、なぜこういう行動したんだろうねとか、まあ、例えば気持ちだとしても、こっちの気持ちとこっちの気持ちでどっちの方が思い強くなっただろうね、その理由なんだろうねとか考えるの、結構ロジカルに授業展開することあるんですよね。そうですね。うん。うん。ってなってきたら、やっぱ、最初言ってた道徳×交渉っていうのは、やっぱ親和性高いのかなっていうふうに、改めて考えると思ったという、そんな話なんです。うん、ああ、なるほど。うん。だし、道徳を、言い換えると、ロジカルコミュニケーションになるな、おぉ、きらめいた。っていうような展開になります。なるほど、なるほど、なるほど。伏線回収でもないです。そうですね。そして大事なことは、やっぱり、どんなことにも旬があるっていうことが分かりましたか。タイミングが大事なんタイミング大事。ちょっと引きをね、作りすぎたなっていう話はあるんですが。引くのはどっち側にとってもインパクトがあるんだなっていうのが分かったので、ね。そうか。いや。もちろん聞いてて、ああ、なるほどなっていうふうに思ってはいて、そうだな。中島の場合、ちょっと切り口がまた変わるんですけど、はい、はいはい。そうだな。白黒先生が感じてる道徳と交渉の、ちょっとごめんなさい、重複質問になったら何なんですけど、はい、共通点って何ですか？ああ、なるほど。で、まあ、改めて考えると、まあ、今考えると、まあ、ロジカルな部分があるなと思ってるんですけど、だから交渉もね、なんだろうな、だからその情に訴えかけて、まあ、交渉するパターンも、まあ、当然あるとは思うんですけども、当然、やっぱそれだけが武器だとうまくいかないですよね。うんうん、そうですね。なんか自分も大変だから助けてくださいよみたいなだけやったら、なんかそれうまくいかないので。で、一方、だから道徳もそうだと思うんですよね。なんか、だからこう親切にしてるこの人の気持ちなんだろうねって考えてるだけだったら、その本当になんかそういう力って身につかないと思うので、じゃあどういう、なんかこういう A という状況、B という状況、C という状況でも親切にしてるこの主人公の共通点なんだろうねとか、やっぱそういうとこを洗い出していく
のが必要だと思うし、そういうことする方が子供もやっぱね、授業しててね、生き生きしてるんですよね。はいはいはい。うん、だからまあ、ロジカルが共通点だと思ってますが、ただ、中条先生が質問いただいたということは、まだまだ共通点があるってことなんですね、きっと。そうですね。ごめんなさい。あ、いや、しゃべりながらまだちょっと見えてないですけど。ほら、答えというよりは、まあ、そもそもね、あの中島とこの白黒先生のその思考の対話というか、やっぱりお互いの見ている世界が違う世界を共有することが大事だなっていうふうに思っている、まあ、楽しんでいるっていうところもあるので、なので、まあ、中島のから見た共通点って何っていうと、思考の言語化なんですよ。はい、はあ、はあはあ、それ確かにそれはそうですね、うん。例えば心情であったりもそうだし、うんうんうん、道徳は、その場面の中からと推論するわけですよね、まあ、推察言葉なんですけど、はいはい、予想して、うんうん、自分だったらこうかもしれないけどもしかしたら違うかもしれない、で他の人の考え方とかを知ることによって、うんうんうん、自分の世界を広げていくっていうところ、そういう側面があると思っていて、うんうんうん、で交渉では、うん、ですね、で交渉では逆にというかその道徳的なところで学んだ相手の心情を予測してそれに合わせて対応していくっていうこと、対応っていうのも話なので、うん、言葉なので、うんうんうん、中島にとってはその思考の言語化っていうところが共通点としてあるなと、うん、なるほどなるほど、感じたんですよね、うん、うんうん、そうですね、だからそれは確かにそうですね。だから今ごめんなさいね、冒頭自分心情の偏りはダメだよみたいなことが今学習指導力書かれてるんですけど、うん、ただ、偏ってはダメだっていうだけで絶対ダメだよっていうわけじゃなくて、例えばまあ低学年で授業してるときにこのときどんな気持ちだ、まあだろう、どんなこと思ってたんだろうねっていうのを聞くことによってそれが言語化されていって共通化されていくから、うんうんうん、他の子たちもああなるほど、この子こういう時ってこういうこと思うんだみたいなね、うんうんうん、ことが共通化されていって、そっから思考が深まっていくってことはあるので、まあそれもありますし、そうですね、だから結局まあね、ツイッターとかも全部そうですけど言語化することでなんか整理されていきますもんね。そうです。まあ、整理というよりは、だから、どちらかというと、道徳でトレーニングして、交渉で活用するっていう感じかなと思ってます。ああ、面白いですね。ちょっと待ってくださいね。メモが。道徳でトレーニング。何て言いました？トレーニングをして、はいはいはい。交渉で活用。うんうんうん。なるほどなるほど。なので、ああ、それこそ先ほど言われた偏りはダメっていうのは、ニュアンスとしては偏らせてはダメだと思うので、子どもたちの意見が結果偏るのはいいんですけど、教師側が偏らせるような言動を取ってはいけないっていうところかなと。ね、あ、ちょっと待ってよ、面白くなってきたぞ。道徳でトレーニング、交渉で活用か。これ、はい、道徳っていうのは今道徳の授業を指して喋ってたんですけども、うん、一応学校現場ではね、道徳の授業と道徳教育っていうのは一応分けられてる。まあまあ、はいはいはい。はい。で、道徳教育っていうのは教育活動全般を指して言ってるんですけども、うんうん、ということは道徳でトレーニングして交渉で活用の交渉は、これは道徳教育になんかこうつながってきそうな感じですね。ああ、そうですね、そうですね、うんうん、実際の場面でこうやることだから、はいはいはい、で道徳教育っていうのは実際の場面なんですね、やっぱり、うんうんうん、で実際の場面で、うん、まあ子どもの交渉、まあ簡単に言ったら、まあ例えばありがとうとかごめんねとかそういうのも入ってくると思うんですけど、うん、うん、そういうのも実際にそれが何ていうかな、実際に自分で言語化してできてるっていうところも価値づけしたりとかしていくので、ああ今のよく言えたねとか言って、うん、道徳教育とちょっとつながってる部分はありそうですね、そう見たら。
そうですね。まあ、だから中島の場合だと、やっぱベースは、授業ではなく講座とかになるので、はいはい。もう、意味付け自体がね、指導要領をこなすっていうのが、やっぱ基本的な先生の考え方だと思うんですけども、それが悪いとかではなくはい。て、何をやるかうんっていうんう、うん。どうやるかっていうはい部分はいからはい。入ってるけども、中島の場合はなぜやるかから入るので、うん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 。だから、なんていうのかな。そこで学んで終わりだったらもったいないよねっていうのもあるし、そのいや、先そうのですね。学びがなければ、ちょっと言葉強くなるんですけど、意味がないよねぐらいには思って、まあそういう環境でね、仕事してるうのんで、うんうんうん。あはいと、はいだはい。から研修と道徳って同じだよねって思うのは、やっぱトレーニングの部分なんですよね。そこで学び、世界を広げて、そしてどう実践していくか。だから、ああ、だから、他の教そう科に比か。べて活用範囲が広いっていうところ、だから道徳すごいなって思ってるんですけど。そうですね、そうか。だから、道徳は、だから、研修と似ていますね、そうなると。そう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 。なるほど、なるほど。さすがにね、算数はここまで使えないですよああ、そうですね。ね。算数的思考ってね、大事なんですけどね、大事だと思うんですけどね。まあ、そうそうそう。実生活っていう意味で言ったら、やっぱ道徳最強説を備えてますね。やっぱり人っていう部分を関わってる、人の思考について学ぶのが道徳だと思うので。そうなんですよ。だから、あれですね。まあ、もう交渉もそうですけど、道徳も交渉ももっと大きく取り上げられていいのになってちょっと 思ってるんですけどまあね。ね、そこが時代背景的にっていうところは。ね、あるのかなとは思ってますし、まあ、個人的には道徳と同じぐらい法令をやってほしいのでね。そうですよね。でも学校教育でもっとやればいいのになって思うようなジャンルは結構他にもいろいろありますまよあまあね。そうなんですけどね。うん。確かに確かに。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、っていう今視点を得ましたので、その視点を得た上で、ちょっと今7つもう一回見返してみると面白いかもしれないですね。ですね、ですね。ということで、7つなんですけども、これもしかして、あれですね、前回聞いてくださってない、今回初めああ、てそうですね。聞きに来ましたよっていう方のために、一応もう一回7つ紹介してもいいですおか？願いします。じゃあ、一応7つありますよってことで、先にそれをもう一回紹介させていただきます。復習です。もし本を持ってるよという方は、25ページに載ってますので、そちらを見ていただけたらなというふうに思います。で、ちょっと読み上げますはい、ね。お願いします。ちなみにこの7つの交渉術なんですが、これを、恋愛にも例えているので、まあ、そこの部分もちょっと読んでいこうかなと思います。1番、合意をしたいと思う温度差。これ惚れた方が弱いよ。2番、他の選択肢。これは、恋愛で言うと結婚前なら1人に絞るな。3番、時間。これは結婚焦ってはダメですよ。4番、情報、かっこ、本当に彼女、彼氏のことを理解してますか？ 5 番、演技力。嘘はダメだが、思わせぶりは OK。6番、客観的状況。親や友達は何て言ってるかな？7番、人間力。最後は男、あるいは女の魅力です。っていうようなことが書かれてるんですね。って思って、今でもちょっとごめんなさいね。自分、こうやって読み上げてみると、まあこれもちろんね、これが7つが全てじゃないと思うんですけど、読み上げてみると、まあまあ、なんかこう文系チックな、まあ別に理系文系分けたらなんだっていう話なんですけど、文系チックな、技というか、もう、まあまあありますよね、これ見てたら。今聞いてて思ったのが、白黒先生の言う文系って何すか？ いや、だからね、これ、ごめんなさいね。先に、まずその分け方したら怒られると思うんですけど。あ、いや、いいっすよ、いいっすよ。でも中野先生もちらっと言わはった文系、ちょっと感情直感的っていう、まあ、っていう分け方ですね。ごめんなさいね。自分も別に文系論理的じゃない。
とは思ってないんですけど。わかります、わかります。便宜上そうやって喋ってますね、今。理系ロジカルで文系、直感を大事にしてます。感情を大事にしてますっていう意味合いでね。で、まあ、どっちかっていうと自分も、なんだろうな、理系文系半分半々人間みたいな感じなんで、あれなんですけど。だから、そこがその合わせ方ですよね。はいはい。要は、7つっていう部分、合意したいとかっていう、その恋愛に、の例え話が入ってくると文系っぽく感じるっていうところだと思っていて、うん、ああそっか、この例えそう思うんか、そう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 ありますね。あ、確かに確かに。あ、なるほど。あ、そうか。だからやっぱこの本、だから今の話を聞いてて思ったのが、はい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 、今聞いて思ったのが、理系文系って抽象度の差もあるかなって思いました。あ、理系の方が抽象度が高くて、文系は低いっていう意味でね。そうですね。で、やっぱこの本うまいな。そして、やっぱこの恋愛アプローチがあるから、どっちの脳にもこう響いてくるっていう感じはありますね。さすがですね、やっぱこの本。やっぱこの辺もその相手、その、まあ、読み手に合わせて。はいはい。要はだから、この男女、その恋愛っていう部分を例え話に入れるってことは、恋愛してない人にはヒットしないわけですよね。したことがない人には。そうですね。けど、これを読む人は、多分、最大公約数的に一番ヒットしやすいですよね。わかります、わかります。っていうところかなっていうのはね、聞いてて思った。あ、なので、中島的な理系文系の意味がちょっと変わったのでよかったです。はいはい、もう次から抽象度って言おうと思いました。ありがとうございます。はい。で、だからこれ交渉って言ったけど、まあ、今道徳的視点でも考えてるんですけど、やっぱりどれもそうやって見ると関係あるなって思いながら見てるんですよね。まあ、例えば一番合意のしたいと思う温度差ってあるじゃないですか。はいはいはい。でこれなんかもうまさにもう日頃もそうですし道徳の中でもそう、授業の中でもそうなんですけどね。まあ、例えば、これね、皆さん交渉って聞いたら何かを提案して何かを成立するっていう場面を思い浮かべるかもしれませんが、なんか例えば喧嘩をしましたとかね、いうような時とかでもまあそれはあるかなと思うんですよね、自分。なんかその A っていうこと、 A っていうこと、 B っていう子が、その事件起こった時に対するな思いの差ってやっぱめちゃめちゃあるんですよね。で、あ、これまあ担任視点でじゃあその喧嘩を例にしたとしても、これ同じようななんていうかな感じで扱うとやっぱ全然違ったりするんですよね、その喧嘩を起きた時に、A と B と公平に話聞こうと思って、まあ、やると、その、引き起こした側がどっちか分かんないですけども、の方はめちゃめちゃ思いがあって、なんか、積年の恨みじゃないけど、そんな感じで思っての、なんか、その、たまたま最後のこのポット出たっていうのと、なんかそこにたまで、逆に B は別に何とも思ってないけども、まあ、ちょっとそう、こう来たから、まあ、ちょっとやり返しちゃったんだよみたいなね、時とかあるから、だからやっぱその、温度差はそのまあこ、そうこのまあ話の中の交渉っていうのはその A と B が交渉しますっていう話なんですけど、担任は間に入るものとしての交渉としてもやっぱりそこは見極めていかないといけないなっていうのはありますね。そうですね。そのね、今、白木先生が言ったように、その平等とか公平とかっていう言葉で、はいはい、同じようにっていうふうにやってしまうと、もうその時点でアウトってなりやすいですよね。あ、そうですね。だ、そうだ。道徳畑としては一応言葉としては、平等っていうと A にも B にも同じに接しちゃうから、公平の方がいいんですね。だから、公平っていうのは例えば、そうそうです。いや、
あ、ごめんなさい。どうぞ、なんか喋りたそうはだ。い、いやいや、違う違う違う、ですね、いまいちね、平等と公平っていうのはね、よく分かってないなっていうところが今分かりましたっていう話で、なので、ああ。解説していただけるとありがたいですと。はいはい。平等っていうのはもう平らで等しいってことなので、A にも B にも例えば同じような質問をして、同じような時間を割いて接することを平等っていうんですね。はい。で、一方で、公平っていうのは、公に平らってことの、まあ、公って、まあ、つまり全体から見ても平、平らにするよっていうことなので、同じ水準までなるようにするのが公平なんですよ。まあ、つまり、例えば、A の方が、まあ、喧嘩だとしても A と B が7対3の割合でなんかこう A の方が7ぐらい重い強かったとしたら A の方に7、質問とかの割合を7割いて B に3割で時間も7割いて3割っていうふうに分けるのはこれ公平なんですよね。だから、で、これはまあいろんな場面で他人としては意識しておいた方がいいと思うんですけども、平等だけでやっちゃうと失敗する場面って結構あるんですね。だから、だから公平にやらなあかんっていうところがあって、だからまあ交渉とかはもしかしてそういう場面は結構あるんかなというふうに思いましたね。そうですね。ていうかもうそれがほぼほぼでしょうね。だから一番に来てるっていうのはあると思っていて。ああ、そうですね。一番に来てるっていうのはそうかもしれないですね。そこですね。そうなんですね。平等じゃない。ごめんなさい。一個、ちょっと話してて思ったのが、そもそも、交渉って何っていうところの定義。さっき7つのは交渉力の7つの源泉っていうことで、そもそも交渉とは、この本で定義してるのは3つあって、1つ目が立場や利害が異なる相手と、で、2つ目が何かを取り決めを行うために、取り決めるために行うコミュニケーションと。なので、要は立場や利害が異なる相手、例えばそのさっき言ったね、子供同士みたいなのもそうですし、そこで何かを取り決め、要は、ごめんなさいするのか、どう仲直りするのかしないのか、みたいな取り決めを行うためにどういうふうな話をするか、コミュニケーションするかっていうところを、この本は交渉っていうふうに考えているので、要はいきなりね、先ほどのやつでいくと、合意したいと思う温度差、惚れた方が弱いっていうので来ちゃうと、意図がね、目的がちょっと見えない部分ではあったので、そういうのが前段としてありますよっていうちょっと説明だけさせていただきました。ありがとうございます。そうですね。だから、これ、まあ、道徳で、学級会とかももうまさしくそうですね。まあ、でも、学級会って考えたら難しい話なんですけどね。30人いる中の合意を図っていくっていうのは難しいんですけども、やっぱ学級会でも温度差とかありますからね。そうですね。ただまあ、どちらかというと、そうなると、その個体というよりは集団っていうか、まあ、小グループみたいな部分によって、その、サモグラフィー的な温度差みたいな感じになるのかなとは。そうですね。その場の総意というかね、場全体として見たときにっていう。そうですね。っていうようなところ、まずあるなと思いましたね。ですね。で、あとは、まあ、じゃあ先にちょっと道徳と関係させたりした部分で言うと、まあ、道徳学級系ですね。あとはまあ、これ4番ですね。4番。情報。本当に彼女、彼氏のことを理解しているっていう話なんですけども。まあ、これは道徳とかでもよく起こるんですけども、まあ、表面的な、まあ、道徳と絡めて喋る。表面的な行為、行動を見たときに、まず、今の行動でこうじゃないのとか、まあ、見てる側は思うんですよね。で、そこで、まあ、
そこで始まったコミュニケーションで、なんていうか、失敗することは、ああ、これ現実場面でもそうですよね。だから、うん、なんかある子がなんかこういう行動してて、それに対してある子が注意とかをするんですけども、うんうん、でも実はその行動の裏にはなんかこういうことがあったんだよっていうことは結構あってですね、うんうん、でそのために4番では、まあ正確な情報を得るために相手に質問をしなさいよと、まあ、これ交渉の基本ですよと、はいはいはい、うん、いうことがあって、結局これね、もう山ほど自分言ってるんですけど、うん、喧嘩とかしたとき、喧嘩起こるときに、ね、それ本当に聞いた上で、それなったんかと、うんうんうん。で、結局、なんかその喧嘩、すれ違い、起こる理由っていうのは、もうこの情報不足っていうのも、なんか体感では8割、9割あるなと思って。あ、そうですね、うん。うん。で、そこをちゃんと、情報を理解して相手がやってる行動の裏とか、まあ今自分サイコロで思い浮かべてるんですけども、うん、別の面が見られてたらそれ起こらなかったでしょうということは本当にたくさんあって、うんうんうん、やし、それは絶対大事だなと思ってますね。そうですね。やっぱ特にその学校の先生、まあ学校の先生だけなく親とかもそうなんですけど、基本結果から入りますよね。はい、ああ、そこなんですよ。そう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 。結果だけ見ちゃうっていうね。そう、そうすると、それに至る経緯っていうところがなくて。はいはい。で、いや、そうじゃないんだけどって言っても、けど、あなたがやったんでしょって言われて、はい、そうですってなって、うん、その、なんていうかな、お互いにわだかまりが溜まってくみたいな。要は、情報が不足している状態で、ある種、ジャッジしてしまう。ああ。っていうところがあるかなっていうのは、ね、それですよね。ジャッジしちゃうんですよ。だから、もう交渉もそうですけど、うん、情報不足してる状態でジャッジすると、やっぱ誤信になっちゃうんですよ、ね。そうそうそう。うん。だから、まあ、それが不足している子供たちは、やっぱ、まあ、そこは教師は間に入る必要ももちろんあるんですけども、うん、そういう場合はね。うん、ただやっぱ子供の力を伸ばしていこうと思ったら、そこが自分で聞けるようにならなあかんっていうのを、まあ、言ってるわけですよね。ああ、なるほど。いや、今聞いてて思ったのが、先生とかって、やっぱ最初、裁判官で入りますよね。ああ、そうですね。うん、そう。ただ、そういうこと多いんじゃないですかね。うん、ただ裁判官のままでいると、うん、どんなことでも、その、調停を求める人たちがやってくるから、子供たちがね、先生何々君がとか、うん、先生、先生みたいな風になってしまって、休憩時間とか圧迫されるケースが多いのかな。で、結構そういう先生は、もっと子供たちが自分たちで考えてほしいとかっていう言われる方多いんですけど、ただ、それは、うん、裁判官になっているから交渉の仕方を教えてないっていうふうにも言えるのかなって今、うんうん、話してて思いました、はい、大正解だと思います。ですね、うん、ただまあ一個付け加えるとしたら、さらに言うとこれまあ学年の、まあ、こう発達段階、ああもちろんもちろんもちろん、よるんですけど、うん、これは自分はね、境目は中学年だと思ってるんですよね。ああ、そうですね。3年生、4年生。で、3年生、4年生は、まあ3年生はいわゆるヤングエイジとも呼ばれるんですけども、うんうんうん、その徒党を組むような時期なんで、その辺ぐらいからちゃんと、いわゆるまあ交渉、まあ、ここで言う交渉、まあ、なんか起きた時に自分で対話できる力。はい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 。うん、質問したりとかっていうのを、うんうん、教えない先生はやっぱり自分見た中でもいるんですよ。何かっていうと、うんうんうん、そこに教師が介入することが親切だと思ってるんですよね。なるほどなるほどなるほど。うん、で子供たちの事件を解決してあげた、うんうんうん、これは親切だと、あるいはまあそれが仕事だというふうに思ってるケースはあるんですよ、実際ね。でただ、もうおっしゃる通りで、それをずっと続けていったらどうなるかって言ったら、もう、うんうん、正直それで育ってくると、高学年とかになっても、未だに、先生誰々くんが私のことを、なんかこう言ってくるんですけど、みたいな。なんでそれ言ったか聞いてみたの？いや、聞いてないですけど、
そういうことになるんですよね。うん、なっちゃうから、やっぱこれ、まあ、交渉、まあ、コミュニケーションの術でもあるんですけど、それはもう、はい、まあ、できたらそれは 低学年からもちょこちょこっとそういうの入れて、うん、中学年になったら、一旦なんかこれ持ってきた案件も、あ、じゃあ横で聞いといてあげるから、一回喋って、自分はそうやるんですけど、うん、あの、横で聞いといてあげるし、ちょっと一回喋ってみて、とか言って二人で喋らすとか、うん、まあ、もちろんなんか全然まとまらんときはこう、方向整理とかね、舵取るのは必要ですけども、うんうんうん、そういうのはやっぱりいるなと思いますね。そこでしょうね。だから、うん、結構多いのが、それまではちゃんともう手取り足取りやってたのが、はいはい、はい、もう学年だから自分たちで考えなさいみたいに言われても、そもそも自分たちで考えるって何ですかっていう、やり方がわからないのにやれ、言葉としてはね、何をやるかわかるけど、はい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 、どうやるかわからないっていう状況で、やっぱその、発達段階、まあね、そういうこと言われた通りっていうのでいくと、やっぱそうですね、3、4年生がやっぱ肝なのかなっていうのは聞いてて思ったし、だから逆にじゃあそれをどうやるかっていう話ですよね、先生方が。はいはいはい。うん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 。いやー、だから、あれですね、まあそれこそ道徳の授業内でもそうだし、うん、まあ、こうやって喧嘩起きた仲裁もそうだし、学級、うん、なんだろう、学級会でもそうだし、でも、うん、あれですね、日頃のもう、すべての積み重ねだと思ってますけど。いや、そうなんですよ。いや、そうなんですよ。けど、それは、あれですよね。うん、ある種、その、もう名探偵、ホームズとか、そういうレベル感だと思っていて、そこまで到達してる人は、それでいいと思うんですよ。はいはい。ベテランの方とかっていうのが、要はいろんな経験を踏まえて、交渉に、うん、要は裁判官にもなれるし、交渉人にもなれるっていう。はいはい。ああ。それがない方とかは、どうやってったもんかな。はいはい、うん、要は、それって子供たちに道徳を教えるのと近い部分はもちろんあるとは思ってはいるんですけど。うん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 。うん、ああ、今日はね、いろいろつながってだからね、これ、あれなんですよね。それどう使うかって自分なりに考えてることあるんですけども。うん、はい、ぜひぜひ。それはね、もう どの授業でも使われていくというふうに自分は思っててですね。はいはい。まあ、例えば、まあ、わかりやすい例が体育だと思っていて。うん。で、体育の、例えばボールゲーム、サッカーとかね。うん、うん。やると、まあ、中島先生ね、サッカーって言ったら、大きいサッカー想像するかもしれないですけども、小学生のやってるサッカーってめっちゃミニコートで、はいはいはい、うん、ありますあります、うん、でミニコートで、まあ、学年によっても人数違うんですけど、うん、3対3とかだったりするんですよね、うん、人数が。で下手したらなんかもう今いろんな特殊ルールがあって、なんだろうな、ボール出た時はなんか転がして入れるとか、なんかいろんなその学年によってルールが違うんですよ。で、で、一応、ま、その、学習指導要領とか、市のスタンダードとかには、こういうルールでやった方がいいよっていうのが書いてあるんですけど、うんうんうん、で、まあ、一旦は、まあ、当然それで授業始めるんですよね。はいはい。で、それで授業始めていくと、やっぱりね、どこかで問題起きます。うんうんうん、そうですよね。それな、うんうん、なんでかって言ったら、クラスでやっぱサッカー習ってる子がいるとかいないとか、あるいはまあ男女の比率が違うとか、まあ、いろんなね、実態が違うので、うんうんうん、そのルールがなんかあんま合わなかったり、そんなルールなくてもいけるよとかいう時が来るんですよね。うん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 、で、あるいはそうじゃなくても、その線出た時にどうするとかいう話があんまその最初に明示されてなかったりとかすると、うんうん、そこで、まあ、揉め事が起こるんですけども、うんうん、で、その時が、まあ、一番実は自分はチャンスだと思っていて。ああ、そうですね。うんうん。うん。これは子供の交渉力をつけるチャンスなんですよ。うんうんうん。でもその時一旦ゲーム全部ストップして、うん、で、子供たち集めて、ああ、今なんかこういう問題が起きましたと。うんうんうん。で、まあ、最初、例えば低学年やったこの2番にある選択肢でいいと思ってるんですけども、はあ、今、ボール出た時に、じゃあ、どうしますか。例えば、まあ、その出した人が、転がして入れる。あるいはチームの人が、
投げて言える、うんうん、あるいは他の選択肢ありますか、先生がこの間その場で作ってたやつですね、うんうんうん、他の選択肢ありますか、あ、キックインでもいいです、いいと思いますとかね、うんうんうん、子供が言ってきて、あ、じゃあどれにするかちょっと話し合おうとか言って、そこで合意形成を図っていくっていう経験を子供にさせるっていうのが、これがめちゃめちゃ大事だと思っていて、そう、それは確かに大事でその通りだと思ってはいるんですけど、はいはい、それをどう身につけるとかってあったりします？ああ、教師がですよね。そう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 、あの交渉とかっていう、ね、学級経営のより具体的な話とかも聞きたいなっていうのはもちろん中島の中ではあるんですけど、それとは別に、はいはい、要はそういう、それをやった方がいいって思う先生多分みんな思うと思うんですよね、その場所場で、うんうんうん、で子供に考える力をつけさせたいとか、解決する力をつけさせたいって思うけども、じゃあどういうふうに実際に自分が回せるかっていうと、はいはい、回せない人がいるから、だから、さっきのでいくと、あの裁判官になりたいわけではないんだけども、他に公衆人としての術がないから、うん、裁判官にならざるを得ない、はいはい、ああそうだな、そうかっていう人の方が、言われてみたら、うん、確かに 今話聞いてね、確かにそうですね、そこで例えばピピーって自分が担任が増え吹いて、うんうん、でいやそこのルールはこうでしょって言ったらそれ裁判官になりますからね。そう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 。うん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 。でどうやったら交渉人になれるかってことですよね。そう、例えばそれで、ね、体育っていうところであって授業を止めて、例えばですよ、うん、はいはい、でその時間は単元としてカウントしていいのかっていうのだってあると思うんですよ、うん、あの先生の葛藤としてはですよ、うんうんうん、はいはいはい、それよりも他の子たちがやってるんだから、そうそうそう、ここは流してあとで個別で見ようかとか、まあ、ちょっと適当にやっといてもまあいいかとか、うんうんうん、あ、なるほど、それはね確かに難しいですね。あ、まあ、そうそうそう、うんうん、全部全部それやっちゃうと時間なくなるとかいう話も、ね、実際にはありますよね。そう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 、うん、わかりますよ、うん、そうですね、まあ、体育は結構ね、あのかなり細かくても自分は止めますけどね、あの安全面とかにも関わるから、まあ確かに、でもそれは国語とか算数とかでもやっぱあるんですよね、その発表のルールをなんかちょっとなんていうかな、破ってる子がいたりとか、そのなんかそういう時どうするかなっていうのはあったりするので、これはじゃあなんて言ったらいいのかな、どうやったらというかなんですけどもまあ、意識の転換が必要だと思うんですけどね。そうですね、うん、これね、だから若手の頃は自分思ってたのは、うんうん、まあ、今の中島先生の話聞いてもそうなんですけど、授業は進めるものだと思ってたんですよね、うんうんうん、で当然その授業っていうのはやらなきゃいけない量が決まってるし、教科書とかもあるし、うんうんうん、で学習指導要領もあるし、市のスタンダードもあるから、うんうん、でそして周りには学年主任とかがいて、私ここまで進んだわよとか言うわけであって、うんうん、それを聞いた若手の自分とか焦って、あ、ここまで進めなきゃとか思うわけですよ、うんうんうん、で進めなきゃ思考だったんですけども、でやっぱある時ね、その先輩とかに聞くと、はい、まあこれはまあ有名な言葉なんですけど、はい、教科書を学ぶじゃなくて、うん、教科書で学ぶなんだよっていうふうにまあ教えてもらったんですね、はいはいはい、でこれまあどれでも当てはまると思っていて、まあ、結局要するに道徳を学ぶじゃなくて道徳で学ぶとかね、うん、まあ、何を言ってるかというと、その別に道徳の教材をの中身を学んでるわけではなくて、じゃあその教材を生かして何ができるかっていうのを子ども学んでいる、うん、でひいてはもっとさらに一歩俯瞰的に見たら、はい、さっきの体育で言うと、体育のサッカーのスキルを学んでるのではなく、いやそれもあるんですけども、うん、それもあるんですけどもだけではなく、体育のサッカーっていうのを通してコミュニケーションとかを学んでるんだよと、うんうん、だからその意識になれば、
まあ、要するにそういうふうに止めたりできるんですけども、でもそうなろうと思ったら結局は今の持ってる答えとしては、うんうん、先輩の授業とかをてかもうみあれですね、でもね一部を見ても分かんないですよ、やっぱこれはもう、うんうん、密着取材密着取材する必要がある。だから一日本当はもう一日ちょっといさせてくださいとか言って、うん、見させてもらうか、まあ、それこそもう中島先生とか、うん、まあ、まあ、自分がなんかこう研修開きますとか言ってね、うん、なんか体育こういう場面どうしますかとか、ちょっとロールプレイじゃないけども、うん、なんかそういうの入れてみるとかね、なんかそういう気づきの場面がないと、やっぱ、もう本当授業って日常毎日のことが流れていってしまいますよね、うん、その振り。いや本当に多分今こうやって、うん、スペース聞いてくださってる方とか、うん、そういう方はやっぱ一旦立ち止まって今考えてる、うん、と思うので、うんと振り返れるんですけども、そうじゃなかったらなかなかねこう日常を振り返るタイミングってないんですよね。いやーやっぱねそこはそれこそ意図しないと作らないとできないですよね、まず、うん、作らないとできないです、うん、いやそこ、そうだな。あ、そうですね。ちょっと、もともとね、趣旨としてちょっとずれてしまった部分ではあったんですけども、そう、はいはい、交渉人にどうなるかっていうところでいくと、やっぱり、学びとして、はいはい、やっぱりベストはやっぱり副担任だろうなとか思うし。ああ、それめちゃめちゃ思ってました。そうな。できるかできないかは別の話としてね。はいはい、うん、やっぱりリアルな学び、っていうとこ、うん、やっぱそれこそその抽象度が一番低い実際のところを見て、そこまで何もしなくていいんだとか、あの段階で介入しないで見守るとこっちに行くんだとか、やっぱりそういう経験がないと怖くてできないのかなっていうところは、うんうんうん、もう仕方がないと思っていて。あ、そうですね、だからそうですね。そうなんですよ。だから、そうすると、うん、要するに、やっぱね、あと、まあ、あともう一個いるのが、やっぱ根気ですね。最終いるの根気なんですよ。根気、根気っていうと、うん、やっぱ教師が裁判官になった方が早いんですよ、解決とかが。そうですね。少なくともその場は収まりますからね。そう、うん、そうなんです。で、ただ子供交渉力をつけよう育てようと思ったらやっぱ時間はかかりますけどっていう意味の根気なんですね。うん、なるほど、なるほど。でやっぱり忙しいさなかもうみんなインスタントに解決したくなっちゃう気持ちも自分も分かるんです、うんうん、でやっぱどうしても次授業あったりとかするから、うんうんうん、だからやっぱその点はちょっと時間かかったりするけど根気はいりますね。うん、面白い。だから逆に言うと白黒先生をもってしても根気っていう表現になるんだなっていうのが中島のちょっと驚きもあって、いやだ、うん、いや結構ね思ってるよりもね子供としてやって話がループしたりとかねっていうことはあるので、あ、いやいや、うん、そうなんです。中島はもっと時間がかかることが前提なので。ああ、なるほど、なるほど。あ、そっか、そっか。そうですね。だから、うん、なんだろう。裁判官に慣れてる、あ、だから自分もそうだったんですよ。だから自分も当然、最初裁判官スタートだったから、うんうん、裁判官スタートだった人からしてみたら、もう恐ろしく根気がいる話なんですよ。やっぱ交渉って。そう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 。それこそ、あれですよね。裁判系のね、ドラマとか見てもらえればなんですけど、一回の裁判どのくらいの時間かけてんだぐらいのね、はいはい、じゃあまた次の日みたいなのとかもあったり。うん、だから、その瞬間でジャッジっていうのはできないんだよっていうことを、うん、それにこだわってるケースって、自分の成長を子供の成長に転用できてないんだなって思うんですよ。うん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 。要は、自分のそんなに成長できますか、そのスピード感で成長できますかって思っていて、うんうんうん、けど子供たちには、うん、その早く目を出せ、目を出さなきゃちょん切るぞぐらいな感じで関わられてる方が多いなっていうふうにはね、はいはいはい、
だからこれ3番ですね。時間、結論を焦ってはダメだよという、ところですね。だからそこで、それこそ、何で、どこで合意するかっていうところ、要は、中島は落としどころっていう言い方が好きなんですけど、この本でいうその取り決め、それをどのレベル感と、どの速度感、縦軸、横軸みたいなのがあると思ってて、ああ、そうですね。それはありますね。時間をかけてより良い方に持っていくのか、短時間で、まあまあっていう妥協するのか、そこはその時間とか状況によって、まあ必ずしも時間をいつでもかければいいっていうわけではないかなとね、思うんですけど。まあ、でも、あれですね。これは先週も喋ったような気がしてるんですけど、やっぱ交渉っていうその過程の中で、双方の信頼感が醸成されるっていうのがあったと思うんですけど、やっぱりね、先生同士が、はいはい、こうですよ、ちゃっちゃって解決しちゃうと、そこには信頼感生まれないんですよね。生まれないですね。だからこれやっぱ交渉させる経験を積ませるっていう意識を持ってるのは、やっぱそこもあると思う、大事だなと思うんですね。それでいくと、先生自身が交渉した経験がどのくらいあるのかっていうところは、自分の中でもあって、まあ結局、その職員室内交渉の方にね、戻っていくところではあるんですけど。だから、まあでも少ないでしょうね。少ないですよね。少ないですよまあ、ね。実際ね、その時間がないとか、その状況がとかっていう、まあ、いろんな言い方はできるのはあるんですけど、交渉し、自分の交渉、まあ、親でもいいと思うんですよね。親でも、その部活とかでもいいし、自分が学生の頃から、要は、なんとか相手を説得して、自分のやってもらいたいことを、通したことが、経験があるかどうか。で、それはずるいことだから良くないことだってなってしまうと、やっぱり子供たちに対してもそういうふうになりがちかな、その裁判官になっちゃうかなっていうのああ、そうですね。ね、今話してて、思いました。ああ、交渉なんてもう日常に溢れてるんですけどね、本当はね。あ、そうそうそう。だからあれですよ、昨日の対談で出た、僕にとっては根回しはお伺いですっていう方がいて、お伺いか。そう、自分はもう、要はそのペーペーだから上の方々にお伺いを取りに行くと。それ、なんか根回しよりも言葉としてはどうなんだろうかみたいなふうに思ったんですけど、自分どんだけ下に下げてるんですかみたいな。お伺い。ただやっぱりまあ、面そう白いいね、言葉。う、あ、そうそうそう、そういう考えがある方は、だから交渉力っていう部分、要は、言い方を変えれば子どもたちにお伺いを立てていくっていうのは、子どもたちの情報を収集する、今その子がどういう温度を持ってて、で、何を考えているのかとか、どうしたいのかっていうところは、やっぱり質問しないとね、わからない部分かなと思うので。そうですね。いや、交渉、あとそうだな、職員室、一番、まあ、仕事で言うと、まあ、例えば学年主任とかも、まあ、日々交渉に本当はまみれてると思ってるんですよね。仕事振ったりするわけだから。この仕事あなたお願いねっていうのもやっぱ交渉の秘訣入ってくると思うんですそうよ。ですね。ってなった時には、なんだろうな。でもやっぱ、7番とかも大事なのかな。人間力。人間力。人間力。あと、5番。
演技力って先生どうですか？なんかよく使われたりします？いや、使いますよね。あの、俺逆に、俺演技してない大人の人とか見ると、はいはい、あの正直引くときあります。まあ、でも、教師、ああ、だからそうだ。それを言うと、あれですね、きっと。なんか子供の前ではもう全員演技してると思うんですよ。そう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 、そう、うん。うん。ただ、対大人だとどうなんだろうな。対大人でも演技してんのかな、みんな。ただ、だからその、なんていうのかな、素直さとか、偽りがないとか、はいはい、そういった部分で、演技することを結構その、なんていうのかな、否定して悪い方に考えられてる方多いのかなと感じてます。はい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 。なんか、騙してるみたいな。ああ、はあはあ。ああ、でも、なんか、これ最近、だから思うんですけど、うん、だからね、その、まあ、いわゆる女性で言ったらね、こうぶりっ子ってあるじゃないですか。でも、なんかね、なんかなんだろうな、もうそれ分かってても、なんかもう、この乗せられて、なんかもう可愛く思っちゃうとかね、なんか、喋って意味分かんないかもしれないですけども。あ、まあまあ、言わんとしてることは分かりますよ。うん、ね。例えばですよ、うん、そんな思ってないかもしれないけども、さすがですね、とか言ってね、言われたら嬉しいじゃないですか、自分も。そう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 。で、さすがですね、これちょっとお願いできませんかって言われたら、任しときなよ、それぐらいやるよとか言ってね、なるか、やっぱそういう演技とかもあったりとか、まあ、今この本の演技はね、ちょっと違いましたけども、課題、自分は、これなんていうか、こういう情報もあるよみたいな、ちょっと課題評価させるよみたいな話だったんですけど、うん、まあまあけど、そういう部分もひっくるめての演技かなっていうのはありますよね。はいはい。だから、別にこれ、まあ別に今女性、ごめんなさいね、女性を例に出して、別に男性が言ってもいいわけですよ。ああ、君はさすがだな、この仕事、もうこんなに仕上げてくるとは、すごいね、とか言って、お仕事頼んだりとか、あの、やっぱお互い気持ちよく、それでね、できたらいいわけですから、そういうのとかもコミュニケーションとしてあったらいいなと思うんですけどね。でも絶対です。例えばその家で嫌なことがあったときに嫌な気持ちのまま隣に座られたいですかとか、はい、そういう話なんですよね。いや、嫌ですね。だからそういうときはやっぱりその少なくとも表面だけは笑顔でとか、じゃあそういった職員室でもし嫌なことがあったときにそれをそのまま学級に持ち込みますかっていう話もそうだし、やっぱり人はね、ある程度演技っていうのはやっぱ必要になってくるし、そうですね、思ってないから思ってないことは言えません、思ってるから言いましたっていうのだとちょっとその、これは言い方がちょっと言葉が見つからないので言っちゃうんですけど、その人としての完成度低くねって、もうちょっと思考力鍛えようよって思ってしまう方なので、はい、わかりますよ。ね、うまくやるみたいなところは、やっぱり大事なんだろうなとは思うんですが、そうですね。それが、プロとしての、なんかね、あり方っていう感じで。あ、いや、プロとしてっていうほどの、ね、もうね、人としてだと思うんですよ。あれですね、そうですね、人としてですね、確かにプロとしてっていうレベルでもなかった。あ、いや、結構ね、俺そこ勘違いしてる人多いなと思ってて、はいはい、あの、例えば職場は演技しましたと、うんうん、けど家庭はでは演技しませんって言ったらそれはちょっと変えた方がいいよって思うんですよ、中島は。そうですね、うん、大切な人にこそあの真摯に自分の弱みとか怒りをぶつけるんではなくて、ちゃんと相手主体なコミュニケーションを取りましょうと思いますよね。大切な人は大切に扱うべきなんですよ。はいはいはい、はい、そこはね、もっとうまく線を引かないと、あの先生の子供大変みたいな事例は結構ね多かったりするので、お気をつけいただきたいなとか思いますよね。うんですね。はい、ですね、第3回いきますか、あの初の第3回いきますか。あ、なんか次のやつがあったら OK なんですけど、いや、もうね、第3回いけますね、うん、てかそう、あの、うん、なんて言ったらいいか、まだ例えば3章とか4章とかの話だけでも全然
チャルディーニの法則とかいろいろありましたよね。あと満足する交渉技術、クリエイティブな交渉、なんかそんなんでも喋れそうな感じは。だから実際に今後のやつでいくと、その道徳っていうのもそうだし、どう活用するかみたいな実例、ね、さっきね、白黒先生も話していただきましたけども、そういった情報とかっていうのもあるので、特に期限を決めずに、その交渉っていう部分について、ちょっと主題として、なんか継続してやっていくのも面白いのかなっていうふうに思ったのですが、いかがでしょうか。じゃあ、じゃあやりましょう。交渉主題でやりましょう。はい。っていうのは、2人で話してると、いろんな方向にお互いに、はい、ああ、こういうことですよね、ああ、とかって言ってて、気づいてたみたいな話がずれてると思って。いや、そうです。でも、何ですか、何回か前にやった、なんだっけ、勉強の哲学、はいはいはい、でしたっけ、あれじゃないですかね、こうそのずれていく瞬間が、この、枠が広がって、そのちょっと、なんていうかな、フィールドが動いてるんですよね。いや、全くその通り、あの瞬間が、でも楽しいですよね、でも。それか、みたいな。そうなんですよ。だからお聞きの方とかね、最初ね、それこそじゃあその道徳の授業とみたいな話をして、あ、そうか、今日はその道徳の授業に関わるなんか落とし込みみたいなのが聞けるのかなって思ってたら、結局なんか2人が楽しんで終わってるじゃないかみたいなね、はい、ふうに思われる方もいらっしゃるかなと思って本当皆さんすみませんね、なんかすみませんって思うんですけどまあ、そういう場なので、ただ、そっち側のね部分についてもいろいろとお話は聞かせていただきたいなっていうところはあるので、継続する形で交渉について、話していきたいと思います。はい、わ、はい、かりました。よろしくお願いします。ではですね、今回の対談はこれで終わりにします。また、その交渉について、話していきます。では一言、白黒先生、感想をお願いします。はい、まあ、今日もいろいろな話にね、行って楽しかったんですけども、まあ、一番ね、気づきとしてあったのは、やっぱ道徳と交渉は親和性が高いなという部分でした、うん。道徳でトレーニングして交渉で活用っていうのは、これは皆さんもね、ぜひぜひ取り入れていってほしいなというふうに思います。うん、はい。はい。では、白黒先生、ありがとうございました。お聞きの皆さん、ありがとうございました。ではまた。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。